今日のモカツは懐かしいビックリマン当時もののゴム消し塗装動画シリーズ。今回は魔の1悪魔軍進行編から忍び魔です。水性アクリル塗料でペイントしました。この忍び魔のゴム消しは1987年にセット販売されたものの一つ。こちらのシールは復刻版の比較的新しいものです。天魔界のキャラクターを集めた今回のセットは1987年に発売されたもので、今回の忍び魔をはじめスーパーデビル、他の悪魔シールで登場したキャラクターもたくさんラインナップされていました。ペイントする忍び魔の塗装前です。ペールオレンジの使用、経年の汚れはあるものの傷などはない良好な保管状態のゴム消しでした。彫りの深いとても凝った造形でした。ゴム消しフィギュアの塗装はおよそこんな流れで下処理を行います。煮沸して表面のホコリや余計な油分を落とす。ベンジンに漬け込み、過素材、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させミスタースーパークリアーツヤ消しを拭き塗装の下地を作る。そして塗装です。塗装の様子はダイジェストで使用したカラーごとに見ていきます。まずはファレホのゲームカラーデッドホワイトです。忍び魔本体のディティールと今回作る台座の下地として塗りました。下地には多めの水で溶いてさーっと一気に塗り入れました。赤です。目元など細部にファレホのゲームカラーブラッディレッドを使いました。塗料は水性アクリルのファレホとシタデルカラーを併用しました。この塗装で用いた塗料はこちら。塗装にかかった時間は約70分でした。黒を1度目の塗り入れ、ファレホのゲームカラーブラックです。フェイスのメインカラーはファレホのモデルカラーミディアムフレッシュトーンを使いました。粘性の高い隠蔽力の強いフレッシュカラーです。ショッタ風呂敷のカラーは黄緑にしました。ファレホのゲームカラーエスコルピナグリーンです。背面に広い面積の塗装箇所がありました。ボディのメインカラーは紫、忍び忍者っぽいカラーリングです。ファレホのゲームカラーエイリアンパープルを使いました。扱いやすいカラーでゴム消しの地に直接塗り入れました。特に背中、頭部は塗る面積も広いのでムラにならないように気をつけてハケを使いながら塗装しました。ファレホはスペイン発祥の高性能水性アクリル塗料。少々塗膜の薄いところがありますが、明るい色数も多く隠蔽力は強いのでフィギュアやプラモデルの塗装に最適です。今回の忍び魔は、夜霧のように音もなくネクラを持ち込む悪魔。付き合い始めると体が聞き耳、覗き目、ひそひそ口、抜き足になるとされています。ビックリマンチョコ第2弾ナンバー14悪魔シールで登場しました。ちなみに第2弾ナンバー14の天使は海伝仙人、お守りは宝伊賀龍介でした。細かな箇所に入ります。シタデルカラーのベース、薄いグレー、セレストラグレーです。筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はハケなどを使って時短させ効率よく塗装しました。続いてファレホのゲームカラーレザーブラウンです。頭部にある突き抜けた角にも塗りました。水色です。ファレホのゲームカラーでサンライズブルーです。こちらも刀の鞘など細かいところに。黄色です。先のフレッシュカラーと少し似た色味ですが、シタデルカラーのベース、アバーランドサンセットです。目などの細かいところに塗りました。
最後に黒を再び修正と塗り直し、塗り残し箇所に塗り入れました。天魔界のこのゴム消しシリーズでは、先日の擬人デビルに続いて、直近ではスーパーデビル、浦島人、火炎魔道、モノマネなどをペイントしていき、その後天聖改変のゴム消しへと進めていく予定です。塗装後はソフト救急コーポレーションのボデーペンクリアを全体に拭き乾燥させます。色数が多くて細かな箇所と造形の彫りの深さに手こずりましたが、逆にガイドがあって塗りやすかったこともあり、思ったよりスムーズに仕上がりました。台座をつけて塗装後です。ということで、今回は当時物びっくりマンのゴム消し魔の1、天魔界のキャラクターで忍び魔、水性アクリル塗料でペイントしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。